オレンゼ AT 全から開封レビュー、よっしゃ。今注目度爆上がりの商品ですよね。全色買ってきたので全部見ちゃおうという企画です。こちらがダークブルーという色ですね。続いてダークレッド、続きましてグレー、ラスターシルバー、せーのブリ。こちらが僕の超絶わかりやすいスペック表示図です。書き味に関してまとめると、オレンズネロが一般筆記用シャーペンの書き味に似ているのに対して、オレンズ AT はどちらかといえば賛否両論タイプの書き味かなとは思います。オレンズネロとオレンズ AT 似ているようで、思ったよりも違いが出るシャーペン。